皆さんお楽しみのスープラッシュタイム本番、ここから行ってみたいと思います。先ほどスタジオにポンチョをポンチョを返してまだ来ていないという人がいらっしゃいましたら、今このポンチョを着てくださいね。じゃあそしてですね、この表面には帽子がついています。クマをかぶっていないとほぼ意味がありません。大丈夫ですか？肩までかぶってもですね、フードをかぶってないとびしょびしょになると思っててくださいね。そしてですね、イルカたちがいるプールの水、もちろん海水です。テレビはコマロ、手荷物、カメラ、携帯電話、濡れないようにしっかりしまっていてくださいね。昨年、防水カメラが壊れたというお客様がいらっしゃいます。それぐらい濡れますので、皆さん覚悟してお楽しみください。そして、忘れてた前のお客様はですね、もう包丁を着てバッチリなんですが、手すり付近のお客様は大丈夫ですか？特に私の正面、今この手の範囲に入ってる皆さん、びしょびしょです。大丈夫ですか？こちらかなりかかりますので、濡れたいなって方は進め待っててくださいね。濡れたくない人は避けた方がいいと思います。大丈夫ですか？さあ、私これぐらい言いましたが大丈夫ですか？じゃあ最終確認としたいと思います。もう濡れてもいいよという方、大きな拍手で答えてください。ありがとうございます。もうこちらの皆さんも覚悟は決まったみたいですね。さあ、それでは行ってみたいと思います。皆さん音楽が流れたらもう遅いですよ。じゃあ